先生、我々選手指導は武道正式にのっとり正々堂々戦うことを誓います。選手代表、武勇会館、小山健志。おいつも練習してることを発揮して良かったと思います。小学3年生の部、勝てたから嬉しかったです。4回ぐらいやってやっと勝てた相手なんですごい嬉しいです。今日は勝てて嬉しかったです。4連覇できて嬉しいです。去年負けちゃって優勝岡部選手、今年は勝ちたかったんで勝ててよかったです。優勝楽しかったです、なお、自分なりに動きてよかったです。緊張してあんま動けなかったんで、続きまして次は動けました。50キロ以下級、リベンジできたのでよかったです。でも練習でやったことを出せなかったのでもっと練習頑張ります。中学生の部が優勝者、まだまだ課題の残る試合だったんですけど優勝できてホッとしてます。いやーでもまだ世界にはまだ全然通用しないんで、もっと練習して頑張ります。すごい緊張したんですけど、まあめっちゃ楽しく試合できました。今日は全試合 KO で勝てたんで、まあ良かったかなと思うんですけど、まあまだの課題もあるんで、そこ直してまた次に向けて頑張りたいと思います。まあ勝ててよかったです。はい、楽しかったです。勝てるためにはどういうことするかっていうのはすごい大事だと思いますね。